えっと日本語の,日本の言葉ではないんですけどチョコレートという言葉も日本語で普通にカタカナとして書いて使います。Another word that we use is chocolate. There are no, there are no other ways to say chocolate in Japanese, so we write the word chocolate i n katakana. はい、見えましたか良かったです。皆さん見えますかこんにちは。はい、ということで本編に入りたいと思います。 とということで今日は日本語の言葉で身の回りのことについて勉強していきたいと思いますでは最初に雨を降っている時はどのようなものを使いますか?」。皆ささんぜひコメントに書いいててみてください雨が降っている時はね「傘」というものを使います。 what do you what does everyone use when it is raining outside? I think that we usually use umbrellas and this kanji is called kasa so de. <laughs> と書きますではみなさん、一緒に練習してみましょう。When you write it in Hiragana, it is カ・サ。Now, let's practice together. では、3回みなさん、一緒に行ってみましょう。Now, let's practice it 3 times together. カ・サ。カ・サ。カ・サ。完璧です。では、次には。 皆さんこれを着ていますがこれは何というか分かりますか実は2種類言い方がありますさあ皆さん何か分かりますかぜひコメントで書いてみてください皆さんねぜひコメントをどしどし書いてくださいみんなさんのコメントでとても楽しいですはいということでタイムアップということで 皆さんが着るこのようなものは、洋服と言います。洋服です。ひらがなでも書いてみます。洋服と読みます。では皆さん一緒に練習してみましょう。 The clothes we are are called y o u f u in Japanese.Western、so、clothes.YOU はえっと Western だから海外のことを示して、服はこのように着ているものを示しています。だから Western clothes で洋服と言います。So you call these the clothes we wear 洋服 because 洋 is Western and then 服 is clothes. では皆さん 3回練習してみましょう。Now let's practice together t times. 洋服、洋服、洋服。完璧です。では次には和服という言葉は皆さんわかりますか？和服、洋服はこのようにあの T シャツとかよく皆さん着ると思うんですけど、和服何かわかりますか？ 和服あまり聞かない言葉だと思うんですけど、こう書きます。Does everyone know what wa ふく means? It's not something that we usually talk about, but it is an actual word. わは日,日本のものということです。服はま洋服と同じ服なんですけど、例えば着物とか浴衣など 昔の日本人が着ていた服などについて言います。Yes, Japanese clothes. 皆さん、すごいです。合ってます。Japanese <laughs> はは日本についてよく言います。なので、Japanese で Clothes で和服と言います。ひながなでも書いてみますね。 わふくと読みます。わふく。You read this word as わふく because わ is usually thought of as Japanese and then ふく is clothing. では皆さん、3回練習してみましょう。Now, let's practice together 3 times わ。わふく。わふく。わふ です完璧です皆さんすごい <laughs> はいということで次は皆さんお金はどこにしままっていますかポケットにそのまま入れちゃうという人も多いと思うんですけど皆さんなんてあのお金をどこにしまうと思いますか是非分かる方はコメントに書いてくれるとすごく嬉しいです。 ででは答えですじゃんお金を入れるのは財布というところに皆さん入れると思います。「財」は自分の持っているもの例えばお金のことを示していて「負は布」という漢字を書いてこのように、ね、布に入れているので財布と読みます。 So, we usually call this sai fu because you put your um, belongings in, your belongings are represented as sai, and then you, you put it in a wallet which is made of, you know, things like um, fur and those kind of things, such as, what else is there? Well, you put it in maybe a piece of clothing, so you usually say it So, you say it like sai fu. ひらがなで書いてみましょうひらがなで書いてみます失礼いたしましたひらがなで書くとこのように書きますさ・い・ふと読みますでは皆さん一緒に練習してみましょう3回練習したいと思います Now, では、行きましょう。さ・い・ふ。さ・い・ふ。さいふはい。みなさん、完璧です。日本語って難しいイベス知らですか。そうです。シャツやスカートはも洋服です。なので、和服と 洋服の違いは和服は日本人がしか着ない、まあ、例えば浴衣とかえっと着物とか男の人だと袴とかのようなものを和服といって私が着ているようなえっとワンピースとかカーディガンとか T シャツとかスカートとかえっとズボンとかパンツは全部洋服といいますはいコメントありがとうございます Wallet <laughs> そうです皆さん完璧ですはいということで次の言葉です次は、えっと、皆さん時間を知りたい時は何を見ますか、まあ、今は携帯を見る人も多いと思うんですけど皆さん是非コメントで書いてみてください何を見て時じ答えちゃった何を見て時間をかき確認するか漢字もね大切なので漢字も是非勉強してみましょう さんいっぱいコメント書いてくださいすごくコメントを書いてくださるとすごく嬉しいのでそうです時計です「Yes you write it as 時計」時計を見て時間を確認します答えをちょっと言っちゃったんですけど時計時間の、えー、とを測ると書いて時計と読みますひらがなでも書いてみましょう ひらがなで皆さん分かったらぜひコメントでも書いてみてください。質問もあったらね、気づいたときにできるだけ答えたいと思うので。とということでひらがなで書くと、とけいと読みます。とけいと読みます。So in hiragana you write it as とけいと読みます。Ke. では皆さん3回練習してみましょう。Now let's practice together 3 times。時計、時計、時計です。皆さん完璧です。ひらがなを Can form a sentence. form simple あっ、かりました。じゃあ、えっと、皆さんちょっと文章の例も考えていきましょう。じゃあちょっとさえ、えっと、これから考えていきます。時計の文章としては、例えば 時間を確認する時間ちょっと難しいな時間を見るために時計を見たこれは時間何時かわからなかった時は時計を見るので何時か見るために時計を見たとも言えますありがとうございますはいということで次に皆さん絶対絶対ではないかもしれないんですけど 皆さんこれをを見るためにねどのような機械を使っていますかこれはねあの実は3種類言い方があってその形とか大きさによって違うものなんですけど皆さんわかるかな私が何を言っているか是非分かったら、えー、とコメントの方で書いてみてください。 とということで答えはじゃん携帯ですちょっと難しい感じかもしれないんですけど携帯という感じがありますで携帯は、えー、と例えば Apple、えー、の iPhone とか Android の携帯とかも言うんですけどこうパカッと開くようなもので持ち歩ける、えー、と携電話は携帯 と言います皆さんわかりましたかね <laughs> 時を見ていくれか分か確かにそうですではひらがなでも書いてみましょう皆さんもぜひひらがなでコメントで書いてみてください勉強になるのではい携帯と書きます四文字なんてねちょっと難しいかもしれませんが ケイタイ。そうです。Cell phone。英語で。So you call ケイタイ。In English, cell phone. ケイタイと書きます。では、みなさん、3回練習してみましょう。Now, let's practice together 3 times ケイイ。ケイタイ。ケイタイ。ケイタイです。 じゃあ皆さん一緒に文章を作ってみましょうぜひコメントに書いてみてください皆さんの文章も読んでみたいです携帯携帯何かありますかコメント私は携帯で友達と話すという言葉です文章ですね携帯を使ってね 友達にメッセージを送ったり電話したりとかできるので携帯でで友達と話すです皆さん是非例文があったら是非書いてみてください。皆さん勉強にとてもなるので。はいということで次に違う携帯の言い方です。これはカタカナで書,いて書くのですが。 スマートフォンと書きますこれは日本語英語とよく考えられるんですけどスマート頭がいい携帯なので例えばアップルの iPhone とかこうグラス画面があのタッチできるようなものをスマートフォンと言います。皆さんかかりましたかスマートフォンで 携帯とスマートフォンの違いとしては、携帯は持ち歩けると、えー、と何だっけ電話をすべて携帯というんですけど、スマートフォンはこう頭がいい携帯のことをスマートフォンと言います。なので皆さん、多分スマートフォンで YouTube を見ている人が多いかもしれません。私も YouTube はスマートフォンで見ています。 スマートフォンで友達にメールを送りました。そう、完璧です。合ってます。すごいですね、皆さん。わかります、ね。日本語が。はい、ということで、So you read、um, this word as smartphone, which is a Japanese and English kind of word. では、スマートフォンをひらがなで書きます。 スマートフォン。おがね小さいので注意しましょう。私も小さくスマートフォン。おが小さいのでみんな気をつけましょう。はい。ということで、3回一緒に練習してみましょう。Now, let's practice together three times. スマートフォン。スマートフォン。スマートフォンです。はい。皆さん、完璧です。 次,に次,はえー、と次は最後の、えー、と電話に <laughs> 言っちゃったんですけど言葉です。でね電話と携帯とスマートフォン3つあるんですけど実は全部違う使い方で例えば電話の場合は皆さん家に 電話あると思うんですけどその家にある電話を置きっぱなしにすると思いますなので持って歩かない持ち歩かないでえっ、ー、とそれを電話と言います漢字はこんな感じです電気に話すという漢字で電話と読みますでえっ、ー、とスマートフォンも携帯も電話の中に入っているんですけど 家に置いてある電話なんだろうな話す機会は電話としか言いません。はいということで皆さんわかりましたか <laughs> 先生から電話もらいました <laughs>。先生から電話もらいました。私が誰かに電話しましまたっていう言葉もあるかもしれません。電,電話間違いました。 皆さんすごいですね。日本語、すごいわかってます、みなさん。はい、ということで、ひらがなでは、こんな感じで書きます。でん、ん、はです。ここにね、点々があるんですけど、でん、ん、はと読みます。では、みなさん、3回一緒に練習してみましょう。So you read this as de ん、は、and it is usually referring to phones.So house phones and solar phones.

音の言葉についてです。皆さん分かるかなはい、では発表します。じゃん紙という言葉です。これは何か分かりますか分かったらぜひコメントで英語でもいいので書いてみてください。Does everyone know what this kanji is? はい、ということでこれは髪と読みますこれ。この髪の毛、Hair なんですけど、ちょっと難しい感じです。で、ひらがなで書いてみると hair on the head、やばい感じ。そうですね、ちょっと難しいかもしれません。 はい。字がおかしい。書き直します。はい。紙です。がじゃないんですよ。かなんです。点点はないです。ここに。ここに。ここ。ここに。はい。紙です。 これをこのことを髪と言います。では皆さん、3回練習してみましょう。So you call the hair on your head 髪 So now, let's practice together three times. では始めます。髪髪髪では文章。<laughs> 先生の髪は2時間ですが、綺麗ですありがとうございます。では例えば。 紙を切りましただと、ヘアカットという意味なので、I got a haircut という同じ意味になります。だから、ね、紙を切ったときは髪、髪を切りましたと言います。で実は、もう一つ違う、えー、と意味で、紙と書くこともあります。紙、皆さんコメントありがとうございます。 じゃんもう一回書きますねこれは「ペーパー」という意味の漢字ですペーパー紙これも紙と読みますなんでねちょっと難しいかもしれないんですけどペーパー、えー、と用紙紙プリンターとかで出てくるようなことを紙と言いますはい 声を大きくします。すいません。はい、ということで、これは紙と読みます。これの紙と同じ言葉なんですけど、漢字が違うので注意しましょう。では皆さん、一緒に練習してみましょう、紙も。では、3回言いたいと思います。So the, this word is the same、um, way to say it as paper,、uh, no hair, but it is a different kanji, so please be careful. では、皆さん3回練習していきたいと思います。紙紙紙紙紙です。はい、では次もう一つ同じような感じがあるので、それを紹介したいと思います。最初に傘について話したんですけど、傘と同じようなまあ、同じような関連する一緒の。 言葉です。あ、そうそれもあります。ガードという感じで神という言い方もあるんですけど、私が紹介するのはじゃん雨です。Rain なんですけど、これは雨と読みます。こうこう落ちてくる雨。皆さんでは一緒に練習していきましょう。ひらがなでも書きますね。さあひらがなで分かったらぜひコメントの方にも書いてみてください。 こんな感じです日本語の勉強雨そうです。あと目ですかんあ。ひらがなが少し似ているかもしれないんですけど、まあ、それは注意しましょう。これを「rain」は「雨」と言います。では、皆さん、一緒に練習してみましょう。3回言いたいと思います。So it is kind of a similar hiragana but please be careful because it is not the same hiragana so now let's let practice together あめあめあめですあ <laughs> 雨と雨変わるんですけど次に紹介したいと思います発音言い方が少し違うんですけど ちょっと難しい感じです。はい。じゃん、これを。雨、雨、雨と言います。雨です。こう。雨で上がるような。感じで言います。これは少し難しい感じなんですけど。 これはキャンディという意味です、ね、雨です。ね。でで、発音言い方も、えー、と降る方のレインの方の雨とも似ているんですけど漢字が違います意味は何ですか意味はキャンディーという意味ですキャンディーですこれも雨雨雨ん雨とか言います難しいですね私も分かんなくなっちゃいますということで皆さん一緒に練習しましょう そうです。キャンディーの雨です。では、一緒に3回練習しましょう。now let's practice together three times。雨。雨。雨。です。雨が甘すぎる <laughs>。例えばえっ、ー、と。スー,ーえっ、ー、とコンビニで飴を買いました。とも言います。で、もう1個のフレイの方の雨は？ えっと、家に帰るときに雨が降っていました。It It was じゃあ次,を次の言葉を最後にして今日は授業終わりにしたいと思います。さあ最後は何にしましょうか皆さんどんな皆さんいっぱい勉強できましたか勉強できたら嬉しいんですけどでは今日の最後の言葉はこれにしたいと思います。 皆さん何を書いているかぜひコメントで考えてみてください。はいということで私が書いた文字はじゃんこれです勉強という漢字です。あもういいか <laughs> 皆さんあとでコメント読ませていただきますけど「勉強」という漢字です皆さん今勉強していると思います何かどういう意味か分かりますか分かったら是非コメントで書いてみてほしいんですけど「勉」と「今日と読みますこれはこっちの漢字は意味が特にないんですけど「今日は強いという意味がありますこう強いという意味がありますはい とということで勉強と言いまはひらがなでも書いてみましょうひらがなでの書き方が分かったらコメントでぜひ書いてくださいはいじゃんこれを「勉強」とひらがなで書きます「べんきょ」 小さいヨガ入っているのできでうです。で、うん、きょう、うです。では、皆さん、一緒に三回練習しましょう。So This word means study in Japanese and is the hiragana for studying in Japanese.So you read this as 勉強。では、三回練習しましょう。勉強。で、うん、きょう、う。 最後の一回勉強です皆さんはぜひ文章も考えてみてくださいその間に私はコメントを読みますそばかすなんて気にしないわそばかすね顔にあるんですけど先生は飴が好きですか嫌いですか私は飴が好きです甘いものがすごく好きなので飴も好きですこっちの降る方の飴は嫌いなんですけど食べる方のキャンディーの方はの飴は好きです はい。ということで、えっ、ー、と、JLPT を合格するために頑張ります。頑張ってください。皆さん、一緒に勉強しましょう。勉強。<laughs> JLPT を合格するために勉強します。って言います,言えますね。日本語の勉強するのはちょっと難しいです。そうですよね。日本語、ちょっと難しいので、頑張ってみてください。勉強しましょう。はい。そして、私は日本語と韓国語を勉強しています。すごいですね。日本語と韓国語。 私は韓国語わかんないんですけど頑張ってください、はいはということで今日の授業終わりにしたいと思います皆さんいっぱい勉強できましたか <laughs> So today is, today, ?This is it for today's class Was everyone able to study today?I <laughs> hope I can see you see everyone next week and have a great day Thank you for watching 皆さん今日はありがとうございましたまた来週かまた次回の授業で会いましょうバイバイ